こんにちは、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。今日は一人なんですけれども、おとといインスタライブを開催して、昨日 YouTube の方で全編字幕付きでお届けしているんですけども、ご覧いただけましたでしょうか。多くの方に作ったよ、嬉しいお知らせもいただいております。ありがとうございます。でその中で、インスタライブではピザを作ったんですけど、トマトソースの作り方を YouTube でアップしますよってお約束したので、私一人で撮っております。では早速トマトソース作っていきたいと思います。はい、では作ります。材料、トマトホール缶1缶、ニンニク1かけ、潰しております。オリーブオイル、水、少しのお砂糖、あればバジルの葉っぱ、ドライバジルでもいいです。仕上げのお塩、これだけですよ。じゃあ早速作ります。これ簡単ですけども、ちょっと自家製で作っておくと、ピザだけではなくって、パスタとかね、ちょっと仕上げのお肉にポークソテーに、ね、かけたりしても美味しいです。では早速作っていきます。まだ火はつけていないフライパンの中にオリーブオイルと、目の部分取って潰したニンニクを入れます。そして弱火にかけます。これオイルは広げずに、ニンニクとオイルをこうね寄せていただいて、ニンニクの香りが出るまで火にかけていきます。強火にかけるとニンニクが焦げますので、必ず弱火にしてください。はい、ここは焦らずじっくりニンニクの香りをオリーブオイルに移すことが大切です。あ、ニンニクのいい香りがしてきました。そしてちょっとこうニンニクがね、こう香ばしそうな色がついたのを確認したら、ちょっと危ないので一度火を止めてください。こんな感じにいい色ついてますよ。で、火を止めてからホールトマト缶を入れます。カチッと弾けますからね、気をつけてください。そして潰します。カットタイプのトマト缶でもいいですけど、私はこのホールタイプを使った方がちょっとこうトマトのね、こうジューシーさが残って好きなので、まあ、お好きなトマト缶でいいですけど、あればホールタイプをお使いください。はい、そしてここの中に残ったトマトももったいないので、 50cc ほどお水を入れて洗いながら、はい、入れます。そしてちょっとトマト缶は酸味があるので、隠し味程度のお砂糖、こちらきび砂糖を入れていきます。そしてここで火をつけますよ。はい、そして香りのバジル、ちょっとね、あの時期がずれてますけど、まだ生のバジル、まだ売ってました、お庭にあるよっていう方、 2,3 枚ちぎって入れてください。手でちぎる方が香りが引き立ちます。ドライタイプのバジルを入れていただいてもいいです。あとセージとか、はい、いろんなハーブがありますけど、そういうのも入れても美味しいと思います。オレガノとかね。はい、3枚入れます。水分が飛ぶまで煮込んだら完成で、最後に塩で味を整えます。簡単でしょ。で、よくトマトソースってあのお鍋で作るイメージがあると思うんですけど、私はフライパンで作ります。どうしてかというと、こう蒸気がこう水分を飛ばしたいので、ここの面積が広い方がより早くトマトソースが仕上がるからです。
ちょっと難点が一つだけあってね、トマトソースがピン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 飛び散るんですけど、それはもう後でね、こうやってお掃除すれば大丈夫なので、より早くソースができた方がいいことを取りました。ではここ水分取るまで煮込んでいきます。だいたい中火で今、8分から10分ぐらい煮詰めました。見てください、このツヤツヤで美味しそうなトマトソース。このとろみ加減はお好みで煮詰めてください。もっとサラサラがいい方はちょっと手前で、ちょっとこのぐらいポテッとした方がいい方は10分ぐらいかな、もう経ってると思います。で火を止めます。本当に美味しい。これはここに最後塩を振って味を整えて完成です。私はニンニクが好きなので、最初に入れたニンニクがもうホロホロになってんですね。こうお玉の背でこう潰したりして、ニンニクのね香りを全体になじませるのが好きです。はい、そしてこういう保存容器にね、はい、移して、粗熱が取れたら冷蔵庫で保管しておきます。見てください、美味しそうでしょ。ツヤツヤして美味しそうなトマトソースができました。おまじないのように入れたお砂糖がいい仕事をしてくれています。だいたいピザ 3,4 枚分ありますね。私はいつもこの倍作っています。2缶分ね。はい、いかがでしたでしょうか。ピザソースにはもちろんパスタ、お魚、お肉のソースとしても大活躍してくれるお手軽トマトソース、ぜひ作ってみてください。それでは阿佐ヶ谷夫婦チャンネル妻一人バージョンでした。一人ぼっちの家もなんか寂しいもんだわ。夫ちゃんどこ、本当にいないんです。明日から登場ですね、楽しみ。ではまた明日。